いや、うん、確かに。あ、でも歌詞で言うと、うん、俺ちょうど年末年始にこう思った、あ、そこでそんな言葉使うと、歌謡曲の歌詞にその言葉入れるって、これ何、これテントウムシのサンバ、さっき歌ってたね、うん、え、これすごいで、赤青黄色の一生をつけたテントウムシがシャッシャッて偉そうにっていう歌詞の中に、しかもあんななんかこう牧歌的な歌詞の中でテントウムシがシャシャリ出てる、テントウムシ節足動物の分際ででサンバに合わせて踊り出すって、全然シャシャリ出てじゃなくていいよな、シャシャリ出る、飛び出してとかでいいよな、ほんまや、すごくない、シャシャリ出て、ほんまや。でなんか他のとこの歌詞結構変わんねん、でもやっぱその赤青黄色の衣装をつけたテントウムシがシャシャリ出ては毎回そこ変わらないんや。そうなんや、もうそこポイントなんや、シャシャリ出るやで、それすごいな、確かに。それでもう一個思い出したわ、またミスチルだよ、そういや、もう車でミスチルがめっちゃかかってたから、あんま知らんと思うんだけど、マイライフって曲知ってる？62円の違う、そう、合ってる、そう、うん、シングルじゃないけど結構人気曲なんや、これベストにも入っちゃう、シングル曲じゃないのに、あれな、62円の値打ちしかないの、うん、僕のラブレターっていう、うんうんうん、読んだのなら返事ぐらいくれてもいいのにみたいな、まあ、62円の切手貼って出したのに、うんうんうん、だこのラブレターには62円の値打ちしかないんだみたいな、でな、そ次のサビは、うん、ちょっぴりうぬぼれてた僕も、うん、ついに振られたみたいな、いいことばっかあるわけないよ、それでこそマイライフみたいな、まあ、ちょっとしょぼいねんけどめっちゃ、よくわからないけど、まあ、ラブレター出して、うん、帰ってけえへんかった、うん、だから多分お付き合いしてみたいなことを言って帰ってけえへんかったでしょ、でちょっぴりうぬぼれてた僕もって、何にうぬぼれてたんそいつは、じゃあははんいけんちゃうかだってお付き合いして別れたんじゃないよね、ラブレター出して帰ってけえへんってことは、じゃあ何や、ちょっぴりうぬぼれてた僕もついに振られたって、何にうぬぼれてて、なんだかいけそうな気がする分からんわ、いやまあそういう、それぐらいしかありえへんよね、でそれでうぬぼれてたんや、まだ付き合ってないのに、うん、なんかあいつ俺のこと好きなんちゃうって、でついに振られたと書いてくれるから、めっちゃ痛いやん、めっちゃ痛いよめっちゃ痛いし、なんかミスチルはやっぱ痛いね、うん、なんだかな、ただのクラスメイト、そう呼び合えたあの頃はアロングタイマゴーとかもうルー大島でしかないからな、よう真剣な顔でそんな歌詞作れるよな、ただのクラスメイトと呼び合えたあの頃は、あ、ロングタイマーゴー辻本茂雄やないかあ、でもミスチルの歌詞今ちょっと見てみましたけど、うんうんうん、まあ確かに意味わからへんね、だってその、まあ、ラブレター出したら、うんうん、帰ってこんかった、帰ってこんかった、で次は、何気なく歩道歩いてたら壁の破れた映画のポスター、あ、ラブレターと破れたとこインフレンでちなみに、そうそう、何気なく歩道を歩けば壁の破れた映画のポスター、君を誘って断られたっけ、ううやんか、あ、それ過去にそんなこともあったなみたいな回想シーンやね、そうそう、でそっからのちょっぴりうぬぼれてた僕って、お前映画も断られてるやないか、あ、違うことでうぬぼれてたんかもしらんな、他の女の子かな、今までどの女の子もうまくいったけどついに振られたってことか、この子には、そういうことやったら話は通じるね、あ、まあちょっとおかしいけど文脈的には、あ、まああれちゃん、それかミスチルでこれ何枚目、2枚目か3枚目かで、うん、やっぱメジャーデビューもしてファンも増えて、うん、もうファンとか書き放題やったと、なるほど、桜井君がね、やのにみたいなことじゃん、でもそうやね、確かにおかしいよね、おかしいやろ、うん、何にうぬぼれてたんやっていう、あ、全然分からへんね、だって2年前の失恋では二度と恋などしたくないって言ってたのに、こんなありさまさおうやから、前の彼女やね、2年前は、2年前にも振られてて、うん、だ2年の間にめっちゃうぬぼれてた、めっちゃうぬぼれたやろな、でも二度と恋はしないって思って、うん、何にうぬぼれたんや、結局この2年の間でね、前の失恋からその2年と今回のラブレターの間に映画も断られてんじゃろ、うん、何にうぬぼれてんねん全然わからへんわ、めちゃめちゃやな。
この曲すごいな。すごいやろ。何言ってっか全然わからへんもんな。やし、そのアルバム、それ「VS」って言った丸亀のところだけど、もう一曲なんか「LOVE」っていう曲もあって、それもシングルじゃないけど、なんかその曲は日本語的に曖昧病ってよく言われる。曖昧病、2つの形容詞が1つの名詞にかかってるから、両方ここにかかってんのか、これにここにかかってんのか分からへんっていう。昔野球で鍛えた君の彼氏に怒られるのもみたい な, なんかそんな歌詞があんねんか。その昔野球で鍛えたのは君にかかってんのか、君の彼氏にかかってんのか、どっちかが全然分からへん。昔野球で鍛えた君の彼氏に、そう、まあやっちゃう君が彼、彼の女の子も野球する時代やから、うん、だから分からへんやろみたいな、うん、同じところ全部そうやねん。かなり勘の鋭い僕の彼女。そう、どっちか分からへんねんそれ。だから僕がめっちゃ勘の鋭い彼女なのか、勘の鋭い僕の彼女なのかが分からへんって、ほんまに不思議な日本語なんよ。アホやねん桜井君。君の昔野球で鍛えた彼氏にやったらいいってこと。そう、それやったら分かるからね。うん、そういうのってプロデューサーがこれちょっと日本語ダメだねって言えへんのかな、小林武史が。どっちにかかってんのこの形容詞はって、副文になってるよって。確かにね。コンシャスラジオ、コンシャスラジオ、楽しい。